さらにアンジェリカさんの霊に逆ギレすることから話は思わぬ展開に。逆にいいことはないんですか、うん、いいこと霊が見えていいこととか。いいことはそうやな、なんかいい霊なかった。だから次の家もなんかちっちゃい男の子はずっとついてくるんですよ。うわー、ついてくるって。そう、でもなんかあの姿は見せてくれないんですけど、足跡だけなんです。で、私がもうまたついてきてると思って、しかも裸足なんですよ、いつも。ペタペタ。ペタ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 ついてきてて、私がパッて後ろ向くとペタって止まるの。でも見えてるんやろ。見えてないんですよ。でも何なのと思ってまた歩き出すと、ペタ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 ってついてくる。面白いなと思って。面白ないよ。面白ないよ。怖いわ。死んでる。そうそう。二人はどうなん、その、霊見えた時、キレるってどういうことですか。いや、もう疲れたことがあるからさ、霊に。どういうこと聞いてみよう。だから憑依されたんだ。憑依されたから一回聞いてみよう。それはもう怒るやん、こっちも。どういう状況で疲れた、うん、ライブ先やんか。ライブ先で、うん、47の時な、ホテル泊まってたらドンと思たなって、うん、吐き気と、うん、そのなんかいろんなその人の思い出みたいなのが一緒にこう頭から、アルバムも一緒にめくったやな。どの思い出を。分かる分かるよじゃないんだよ。何やねんそのスタンスお前。一瞬でバーって蘇る。そう、なんかフラッシュバックみたいな感じでこう混ざるというか。で、自分とその人のまあ記憶がまあ混ざって、気持ち悪くなって、ここら辺が、まあ前回はここに着いたみたいなんですけど、それをまあだから周りの知り合いの人に飛ばしてもらったっていう。お前嘘つくないよ。いや、嘘つく。嘘やんな。嘘やもん、こんなもん。いや、もうテレビで嘘つけたらあかんからさ、これちゃんと言うてないけど。すごいな。